はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。今日はですね、もともとあるバッグにリフォームする場合もそうなんですけど、自分で新規から作っていく場合も一緒、両方兼ねて考える時に大丈夫なやり方かなと思って、2つですね、マジックテープを使った留め具をご紹介したいと思いますね。これはトートバッグのような本当簡単な四角いタイプのね、待ち付きであろうと待ちなしであろうと、それの入り口のに関することですよね。でそれぞれ、ね、マジックテープのね2種類っていうのは2通りっていうのはね、マジックテープの付け方ちょっと違うんですよ。で本体に付ける方とタブを使ってね、タブでマジックテープを留めるっていうやり方と2つありまして、まあ、それぞれ難易度とかちょっと同じぐらいかなと思うんですけど、本体につけるのもちゃんとした位置につけなきゃいけないので難しいです。難しいってことはないけど簡単ではないですしね。なのでちょっと2つのご紹介をして、どういう時にこちらを使った方がいいのかとか、そういうのがね、やっぱり私も自分で今も現在も一つ前の動画でご紹介したようにね、トートバッグにね裏地を設置するやり方を今日やり終わったんですよね。でその時にはね、ちょっとだけしか触れてないんですけど、ちょっとブログの方ではね、マジックテープを使って入り口を留めるっていうやり方を追加する機能としてはご紹介してるんですね。そのやつのマジックテープっていうのはちょっと一つ拾ってきて、ここで拡大してちょっとじっくりねご紹介したいと思うんですね。はい、ごめんなさいね、背景にちょっと五目目が入っちゃってますけど、すいませんね、ごめんなさい、消すの忘れてましてね、このまま行っちゃったんですけど、これ黒いのがマジックテープです。これはね、本体に直接縫い付ける場合のマジックテープですね。その場合にこういうふうに、取っ手の真ん中にちょこんとつけていくことで、開くのを真ん中で押さえるみたいな役割で、多少何もないよりはるかにこの方がセキュリティ性があると言えるんですけれども、この付け方は本体につける付け方ですよね。タブにマジックテープをつけるんです。でそのタブも長いものだと、マチのないバッグに対してはブラブラして余分ですので、本当にちょこんとマジックテープの部分だけ突き出る程度で、余白を少しだけ残したこんな感じのイメージでマジックテープのオスとメスをね重ね合わせる。そうするとバッグの容量がフルに使えますよね。マジックテープを本体にやってしまうと、上の方がマジックテープが邪魔で実質容量を入れていない部分ができるんですよ。細かいこと言うとね、その違いですね。あとはですね、このタブのタイプは、待ちなしの場合はあまり関係なくても、待ちありの時にもっとタブをニョキッと突き出して、待ちがある分の幅を橋渡しのようにオスとメスやるっていう感じで、長いテープ同士の先端にマジックテープがついてる感じで拡張して使えるんですよね。そうすると、いろんなバッグに対応できるやり方はこっちかなって思ってまして、私は待ちなしの今回のリフォームの場合にもこのやり方でやりました。でもそのいきさつは、結局はマジックテープつけ忘れちゃったっていうことなんですよね。またね、よく忘れるんですね。忘れてもう一度本体にマジックテープをつけようとするとね、かなりほどかなきゃいけないんですけど、ここのタブの部分だけだったら少しだけ真ん中をほどいていって、追加して縫っていけば十分大丈夫なので、ちょっとこのタイプをやってみたんですよね、初めてですけど、それがかなり良かったと言えますね。なのでこの機会に、これを待ち付きにも応用できるんだなと思うと、このタブの長さをビヨヨンって伸ばせば、長いものを最初から作っておいて、適当でも何でもで使う分量で様子を見ながら、こう中に埋め込む分量を考えていくとかしたりとか、最初から短くしたりとかでいろいろやれるので、こっちのタイプかなり融通効くかなとも思います。じゃあこの本体に直接つけたマジックテープは良くないのって言うと、そうでもなくて、こちらにもこちらの良さがあるのかなと思っています。ブラブラしないからすっきりしてますよね。マジックテープが突き出して、結局さっきのタブだと上に突き出して、使っていない時の状態がちょっと邪魔になるっていうことがあるので、
どっちを取るかですよね。でもこっちはさっき言ったみたいに容積をちょっと限定されてしまって、このマジックテープのラインより下の部分に入れることが基本的になって、それ以上上に行くとマジックテープの役割が全くなくなってくるのでっていう風で、容積のたくさん使う L バッグということでは前者でしたけど、こっちもこれではこれでスッキリした感っていうかね、本体についているわけでブラブラしないですし、それ良さがあると思いますので、まあ、2つの種類をねご紹介したいと思います。まあ、だいたいいろんなバッグ、ブランドさんのバッグとか見てもこっちが多いですね。この本体につけてやる方が多いですね、やっぱりね。そしてはい、ちょっとここでね追加のお話をさせていただきたいんですけど、今日ですね、実はねもう一個ねやったんですよ。バッグでマグネットボタンがついているのを、ブランドバッグなんですけどね、ここのこういう風にな位置に、ま、一つだけポチンとマグネットボタンがついていたヴィンテージものを、ヴィンテージって言ってもね、そんなに20年も経っていない気がします。10年ぐらい、ここ最近のトートバッグの形だなと思ったので、あるブランド様のねバッグなんですけど、ただマグネットボタンまだ未だに使われてますね。でやっぱりマグネットボタンって過去にも何度かねアップさせていただいてるものがあるんですけど、動画で磁気を壊してしまうんですよね。それがもう実体験から分かってまして、今までも本当カードから銀行の通帳から全部磁気が入ってるものが全部ね壊れたんですね。で最初からマグネットボタン使われているのの様子から、こう入り口をちょっと縫い目をほどいてですね、マグネットボタン取り外してマジックテープに置き換えることができる、できそうだと思ってね、もう最初からそういう風に決めて、ちょっと気に入っていたねマルチカラーの柄だったんで、でそれにしてこの作業も今日終わったんですけど、でこのさっきの続きになると、で言うと、そのこのここにつけることのもう一つちょっとメリットとしては、本体の方につける方のメリットならではだなっていうのが、ここにマグネットボタンがもともとついているのをリフォームする場合、その場合にはマグネットボタンってね、刃が通るようにちょっとね刻み込みみたいなナイフで入れちゃうんですよね。でそれがあるとそこからほつける原因になるし、それをなんかパッと目につくような感じでは嫌ですよね。なんか締まりが悪いし、なんかかわいそうだしっていう感じに思ってくるので、でそれをやめた時に代わりにその上にかぶせるようにマジックテープで覆ってあげるみたいな意味のマジックテープの付け方なら、こっちの本体につけるのにふさわしいと思うんですよね。なのでマジックテープをマグネットボタンをマジックテープに交換したっていう時は、もうそういうタブとかのことじゃなくてこっちの方がいいのかなとも思うんですけど、ただまあ考え方によってはタブで覆うっていう考え方もあるので、タブのその、取り付けを中に挟み込むんじゃなくって、このマグネットボタンを覆うかのような位置にやるっていうこともできるかもしれないです。でも単純なのはこっちかなと思って、マグネットボタンのあった箇所の跡を覆ってしまうというマジックテープでね、それがこれが代わりになったっていう変化で、ちょっと単純で分かりやすいかなっていう感じですね。はい、そういったお話ですね。で、まあ、ブランド様にもね、いろいろなブランド様があって、ハイブランド様になるとこういうお直しが簡単にできなくなっているんですよね。で以前私が過去でご紹介した、もう本当にすごい過去の動画では、そのブランド様のそのお直しをしにくくしてある工夫が伺えたために、ここの上のとこをほついてマジックテープに交換しただけではねダメだったんですよね。なんかね複雑に入り組んでお直しができないようにしてあるんですね。それってちょっとそれるんですけど、指輪のサイズ直し、あれがねできないようにしてあるブランド様のその宝石のジュエリーもあって、それは一番そのお直しをするときにいじる場所
カットする場所と言われている真ん中、あそこに刻印を入れるっていうことなんですよね。それがジュエリーでもあるんですよ。それがこのハイブランド様のバッグではそのように作られているものもあったという過去があります。でも今回のブランド様は大丈夫だったので、いろいろそういうふうにやると分かってくることってあるんですよね。ちょっとこれそういう体験からちょっと付け加えてお話しさせていただきました。はい、ということで、はい、何かのご参考になればと思います。ありがとうございました。